日本国内閣総理大臣の岸田文雄です第四回帰国留学生総会への皆様の出席を心より歓迎いたします昨年に引き続きこの総会が多くの参加者を得てハイブリッドで開催されることを大変嬉しく思います世界中のどこであれ 国と国との関係の礎をなすのは人と人との交流でありえそしてお互いに対する信頼と敬意ですえ日本への留学経験を持ちえ日本を深く理解する皆様は留学中に育まれた友情親善学びを世界に広げていく大きな役割を果たされており 日本にとっても心強い存在です私が掲げる新しい資本主義では人への投資を一層進めることを重視していますその一環として昨年私が議長を務めた教育未来創造会議では2033年までに 海外に留学する日本人学生数を50万人に、外国人留学生の受け入れ数を40万人にすることを目指す提言を取りまとめました。元日本留学生の皆様におかれましては、日本のことを誰よりもよく知る先輩として、引き続き優秀な後輩たちが、 無事に留学を終えることができるようご協力いただきたいと思います今回の総会を通じて世界の元日本留学生の皆様の日本との絆そして横のつながりがさらに強くなることを期待し私の挨拶とさせていただきますありがとうございました